お疲れ様です。即価塾の久保です。今回は通販サイト Amazon の Amazon レビューで稼ぐ方法のタレコミをね、ちょっとお伝えしようかと思います。まあタレコミというかね、私もこれ利用したことがあるんですけども、Amazon で商品買うと、その買った商品がね、送られてくる際に、中にね、QR コードとか LINE の ID とかが入っていて、そこに連絡を取ると、 これからうちの会社の商品をレビューしてくれませんかと。で、レビューしてくれたらあの、お金を払いますみたいなね、そんなお誘いがあるんですよ。となると、何かの商品を買って、例えば商品ランキングが3000円だとしますよね。で、レビューを書いてくれたら1000円あげるよって言ったら、まあ、1000円割引で実質買えるようなもんなんですよ。で、しかもね、レビューを書くと1000円も送られてくるんですけども、定期的に、 この商品のレビューをお願いします。この商品のレビューをお願いしますって感じで、商品付きでレビューの依頼が来るんですよ。当然商品ただでもらえるんですけども、レビューを書くとやっぱりね、1000円とか2000とか3000円もらえるんで、これちょっとしたね、コツコツ稼ぎになるんですよね。まあ主にはその、どこで買うかってことなんですけども、まあ例のね、<laughs> チャイナ製の商品なんですよ。まあですんでね、ちょっとやることに抵抗を覚えたりもするんですけども、 まあ内容はね、まずは3つに分かれてます。1つ目が指定された商品を買ってくれっていうことで画像が送られてくるんですね。で、商品が届いたら Amazon レビューを書いてくれっていうふうになります。で、3段階目がレビュー反映後に商品代と、えー、そのバイト料みたいなね、Amazon ギフト券が送られてきます。 ですんで、この商品を買ってレビューを書いてくださいっていう分には、商品代金が後でね、補填されるっていう仕組みなんで、いや本当にね、自分の経費としては一時持ち出しはあるんですけども、結局戻ってくるってことになるんですよ。で、今度は、そういった報酬と商品代金を合わせて、もうちょっとね、プライスの高いやつに対してのレビューもできるっていう、まあそういったからくりになってるんですよね。はい。レビューと言いますと、こういうふうに下の方にね、こういうやつですね。これが、 欲しいつつとか、好意的なコメントがやらせではないかってことがあるわけですね。同じコメントがもしかしたらね、コピーペーストで並んでるかもしれませんのでね、注意してみていただければと思います。はい、そして、実際に試した人からの垂れ込みがここからです。依頼されたのは耳栓だそうです。耳栓安いですしね、ちっちゃいですからね。で、通常通りの手順で商品を購入して、 商品が届きましたよって胸を LINE で報告する。そしてレビューを依頼されるので、商品の良い部分をこう投稿するわけなんですよね。で、その後レビューが Amazon に反映されたら、Amazon でもね、一定の審査がありますから。で、反映されましたよっていうスクリーンショットを撮って、これも LINE で送信します。そうすると、確認をしてくださって、業者さんから商品代金と報酬の Amazon ギフト券が送られてるっていう仕組みですね。 で、これが継続的に来るんで、まあまあの安定収入になるってことで、まあ月にね、5000円前後でしたら、これで、まあ向こうから依頼が途切れなければね、ずーっとできるわけなんですよ。で、基本的に依頼に応えていれば、次の月も依頼が来ます。で、何らかの理由で、あ、今月ちょっとレビューが書けなかったなーっていう時は、そこで切られるというのがね、大体主な流れみたいですね。はい。じゃあ今回は Amazon レビューで稼ぐ方法ということでね。 お伝えしました。多分、これ、されてる方もいるんでしょうね。こうやって私の放送を見ながらね。まあ、これからの季節、安全性に配慮した設計の浮き輪が評判になるかもしれません。ええー。こちらの方はね、水着のセールスではなくって、もうお分かりだと思いますけども、浮き輪の方でございました。ということです。では。